西村浩太が切りました。4番野田源一は西村ラインの3番手に乗る形で難関がこれで中断。8番の湯本俊介、しかし6番矢口圭一郎がすかさず巻き返していきます。ジャン前6番の矢口圭一郎が抑えました。西村浩太が3者を出しまして中断の4番手、4番野田源一が6番手、8番岩本は後方の7番手になりました。ジャンの4コーナーから直線です。ジャン前に抑えました6番の矢口圭一郎が先行で最終周回です。マークは1番小林大輔に5番の飯島紀之3番手、関東勢が先制しまして、中段4番手は2番の西村浩太、一方の8番の岩本は後方の7番手、バックは縦1本で通過していきます。先行矢口で番手車間を切って1番の小林大輔、3コーナー4番手からは2番の西村浩太がまくり上げる。追走9番の小島啓司、4コーナーから直線、番手応戦する1番の小林直線コース、その番手から1番の小林大輔、1番小林外目から9番の小島啓司。ちょっと出んだな、自転車が思ったより行けなかった。味方は聞きました。僕も勇気の番です。カバネス番手で3分戦ですか。3人ずつの3分、はい、決勝も出るように3人で何度も頑張ってもらって、そうですね、頑張ってもらってました。言うことないです。ちょっと変な話、飯島君がバーって動いたから、こう打ち刺さんかったらええなと思いながら、踏み込んだ瞬間にピュッと外されてピュッと外されたりとかすると大変やから、まあ、それだけないようにと思って、まあ、逆に言うと野田とかが4番手向こうに切り替えてくれたら多分動かないんで、シューってまぐりやコートはもうシューっていけるような感じはありましたけど、動いてるのがいいね、動いてる人間なんで番手から出てくる選手があるんで、あれだとちょっと西村君にしてもちょっとタイミングも取りにくいし、あまりにもいい位置すぎて、野田君が切り替えて4番手に野田君で5番手だったら慌てていかなきゃいけないんで、で弦も締めてなきゃいけないんで、スピード乗った状態で2番手の後ろまで行くと思うんですけど、こう何回も動くもんで、それを見ながら、それ案外早くレースも動いたんで、多分仕掛けどころも私溜めてる溜めてるっていうのは結構きつかったんじゃないかな。僕はね、まあ抜いたら悪いなと思ったけど、そこまで余裕がありましたか。だから本当に行くタイミングは良かったんですけど、まあ、動いてるのが動いてるやつだったんで、あれが動かないでシューッと舐めるようにいったら多分パンツが多分僕も抜けないですよ、あれだったら。いやいや、そんなことない、西村さん。まあでも今頑張ってくれた。そうです、そうです、はい、しっかり中段取り切ってレースしたんです。そうですね、明日は、はい、明日はブフリに足はブフリに頑張ってもらって、頑張ってもらって、これがなんとなくバンテに入るような、自力なんだけどバンテに入るような。はい、はい、約選挙です。選挙に、まあ、選考されてて、すごい気になって、バンテで出るので、あとは、そうですね、2番のマグリをこう、まあ、ギリギリまで待ったんですけど、まあ、最後、抜かれちゃうとまずいんで、困ってもらいました。できればワンツーよかったですよね。まあ、まあ、そう、それはそうですけどね。はい、まあ、感じはいいと思う。そうですね、はい、ヤグも動けるようになれば調子上がってくると思うんで、はい、自分でもね、はい、そうですね、はい、そうですね、気持ちが乗ってるんで、ヤグも自分で頑張ってくれると思うんで。
もうあのメインの金子に任せます。メインしっかりついていける。今日も通過かな。Thank you.